はいえー、皆さんこんばんはこんばんははいえー、今回はですねえー、相続手続きカウンセラーというもう相続実務のまあ本格的な、はい、あ資格ですねえー、こちらのお紹介をさせていただきたいと思いますえー、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします、うん、えー、まずなんですけれども。 今回、えー、見ていただきたい、えー、方はですね、はい、これ宅建士のお資格に合格をされた方、合格をされた方です。はい、合格をされた方に、はい、ちょっとご案内したいなとこいうふうに思っているんですが、はいわゆるまあ宅建士は不動産業を、うん、まあ営むというためのお資格であるとこうです、ね、いうことですけれども、不動産とやっぱ相続って。 まあ、切っても切り離せないのかなとも思うんですけれどもそこの関係性って意外とこうなかなか認識持ってない方もいらっしゃると思うので,うで、ね、ちょっとその辺について、はい、あの相続手続きカウンセラー協会の代表理事の米田貴虎先生にですね今日はあ来ていただいておりますので、えー、説明いただこうかと思っております。はい、よろしししくお願いいますし不動産と相続は本当に切切ってても切れない関係で土地 建物まあ自宅もマンションもありますけれども、まあ、そちらの方の所有者の方が亡くなると必ず相続投をしなきゃならないというふうなことが起こり得ます、うん、でその名義変更をした後にまた引き続きあるのが火災保険の名義変更ですとそこをもう空き家になる、ね、空き地になるというふうなことで売らなきゃならないという場合は売買っていうのが絡んできますので大体、まあ 亡くなった方の4割から5割ぐらいの方は不動産が絡んでくるというふうに思われますで我々の依頼の相談の中でもですねやっぱり一番多いのは不動産の名義の書き換え自分でできないというような方が相談に来られるというふうなことがありますで、うん、でも自分で権利証を、ね、作ることっていうのはほとんんどありませんので家買う時にも自分で権利書、まあ、売買の時に作ることはできるんですけど。 たいいないと思うんですよね相続の登記っていうのもこれは新しい新所有者の相続人の方に権利書を作るという作業になりますので、うん、これはやはりなかなか自分でされる方っていうのはいらっしゃらないと。というとどこかに相談をする、うんうん、で我々のところに相談に来られたりとかしてまあ本当に不動産が絡むことは多いです。なるほど、はい 結構その私も地方とかもありますと、いわゆるあの不動産屋さんなんですけれども、あのまあ相続の相談も受けたまわりますとか書いてあるところも結構増えましたねありますよね。ですのでやっぱりあの相続の相談からこの不動産の売買だったりとか運用のところまで。 まあ面倒見たいと、うん、そうですね。そういったニーズが増えてきてるってことですかね。はい、最近では本当に法務局でですね、相続登記をした一ヶ月以内に相続登記をした人のリストが、うん、あの情報公開の請求をすると出てくるんですね。なるほど。で、そこの一ヶ月以内に相続登記をした人たちの名前と住所はわかりますから、うんうん、その方々に DM を送って、もしも、えー、このまま済まれない売られるということであれば私どもで、ね。 えー、仲介させていただきますというふうな,な DM を送ってる不動産屋というのも,もうかなりの数がありますね。それを見てお客さんは電話をしてうん、うん、実は誰も住まないので売りたいんですけれども、うん、っていうふうなとこから始まって、まあ、相続の手続きを終わってやった後に売買すると,、うん、るというふうなところは本当にまあ不動産業界の流れで主流になりつつあるんじゃないかなと思います、ねうん、なるほどですね。うん でやっぱりあの相続についての知識も、まあ、少なからず持っておいたほうが、はい、やっぱ不動産実務においては有利であろうということですか、ね、逆に相続のことを全く知らないとお客さんは亡くなられたご家族の方が来られたりとか、うん、え必ず絡みますのでそこでちょっと質問の内容もわからないとか。うん どう答えたらいいのかわからないっていうふうになるとそこで信頼関係が壊れてしまうっていうのは非常にもったいないなというこの相続手続きカウンセラーっていう資格は、はい、不動産、まあ、相続の、まあ、不動産分野に特化していいるというわけでではないですよねまあ不動産だけではないですけれども亡くなられたあと。うん 相続発生後に特化した資格唯一のね資格になってますので、うん、対策とかそういったところ辺の知識っていいうののは正直得られないんですそ代わり発生した後の実務についての流れですとか注意しなきゃならないことそういったものを本当は108種類ある手続きの中でのよく出てくる半分50種、うん、50種類ですねこのことについてテキストにまとめて、うん、えお伝えするというふうな内容になってます。なるほどですね、はい まさにあの先ほどお話しされていたように相続の周辺知識とかも持っていないと、うんまあ、いわゆる不動産の知識だけでもちょっと、はい、なかなかお客様との会話コミュニケーションの中でも難しかったりするのでうん、うん、まずはこの相続の、まあ、全体像といいますか、はい、手続きをお知っていただくというのがいいんじゃないかとといううことでですすかね、うん、そうですねそ、はい、実際今テキストがここにあるんですけどこれは全部で何ページあるんですかページぐらいあります いやかなり分量がありますね。はい、まあその200ページというのもありますけれども、えーえー、実際の事例が載ってたりとか、マルバツ問題があったりとかっていうような形で、まあ、楽しく読めるような内容になっているものに、えー、しております。で、あのー、本当に珍しいような案件というのは、うん、事例というのは載せてなくてですね。 実際に私が相談を受けた内容ですとか今までま3,800件から、ね、4,000件ぐらいの相談というのを受けてきたんですけれども、うん、そこの中でよく出てくるもう明日聞かれるかもわからない明日実務しなきゃならないかもしれないというような内容だけにピックアップして、えー、ここの中に書いてますので是非、えー、見てもらいたいなというふうには思いますね。 不動産の話も結構出てきますねやっぱりね出てきますね、えー、まあここで言うとその法定相続情報証明書ですとか戸籍をね、うん、一枚一枚の一覧表になったとかっていうようなまあ最新の情報ですとかまたこの7月1日から民法改正になりましたからそしての内容とかにも対応した内容、はい、民法改正にも対応していただいてると思いますなるほどですね6月に作り直しました、えー、テキスト、はい、は完璧ですね、えー、はい、はい わかりましたじゃあこの相続手続きカウンセラーという資格を取るためには、はい、この養成講座をレックさんの,このオンラインショップ,ョップから申し込んでいただいて、はい、申し込んでいただくと、えー、今ご紹介しましたこちらのテキストですね、えー、これと DVD4、えー、時間ぐらいのこれを解説した DVD が届きます。はい そそれれとその中に同付されているレポート用紙ですね丸×問題の問題がありますので、うん、50問ありますのでそれをテキストを見ながらで結構ですので解いていただいて協会の方に送っていただくと。うん、で、えー、見事合格されると認定証を送付すると,というふうな形になっております。 なるほどわかりました、はい、じゃあぜひこの宅検師合格をされてまあ勢いのある状態で,で、ね、今、ええ、頭の中もねそうですよね,ねまあ民法の知識もねもちろん えー、入っている状態かと思いますので、はい、そこプラスアルファで相続実務、はいえー、相続発生後の手続きについて、えー、ぜひ知っていただいて、えー、皆様のこの宅検師の資格をですねさらに生かしていただく,ただくそんな感じで生、えー、かしていただきたいと思っております、はいはい、ではあこのぜひ相続手続きカウンセラーの方お申し込みお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。